子を代わってもらって優くんが乱入。この余計なのじゃこいの日と日いざ尋常に一本目勝負だ。これ作法どうなの。これ命と思うの。まあなんかあれだよね、今日すごいやりにくくされるっていう結構おかしいので全部落ちた感じがするんで、どうなんですかね、プロから見てますね。いやまあこれは違ってないね、この組み合わせやってもらえないから言うても変な髪なんで一撃取ればってことなんですけど、そこをどうかも決めるんでしょうか。これ見たら今の防御力50なんで、1.5 割増しで食らうんで、これが自由でやってられませんけど、まあバジータうまい。なんとダンスビーも見えている。やはり飛んでなかなか無駄なダンスラインうまく、これもう有名側は光る準備万端ですけど、スライディングが出なかったのか。痛い痛くて、おじい様こっからずっと60秒間怒り続けますが、はい、これで置いて入ってる。先に勝利に入った、あーっと崩されてしまった。爆発が落ちたよっていうこと。これで全員抜きかな。俺がまだ生きてないので。じゃあ、はさ。